来年以降もきっとやると思いますので、その際は会場作り手伝ってくれるのも嬉しいですし、今回ワークショップに参加できなかったって人も来年以降もいろいろワークショップやっていきますので、ぜひぜひ応募してください。ちなみに次の石井真嗣さんと原田一子さんのセットは、またもや、お子さんもいっぱい大人もいっぱいみたいなセットで、東京駅の歌というのをもうオリジナル曲を作って演奏します。めっちゃいいですよ。多分これ終わった後みんなボロボロ泣きながら帰ることが予想されるくらいいい感じの曲ですので、ぜひぜひ、そのセットも、楽しみにしていてください。フレッド・ウィリスのセットでした。ありがとうございました。ですね、今のところ7時20分開始予定なんですけども、多分幕って言ってもあれでね、早くやる気がします。7時10分とかにはきっと戻ってくるといいかなと。ということであと25分くらい休憩でございます。すいません。はい、プロジェクト福島の山岸さんが来ましたので、ちょっとだけステージ上がってもらいたいと思います。なんとなく休みつつ聞いててもらえれば。今回会場を作ったプロジェクト福島、山岸誠之進です。どうもすいません。山岸です。今日はどうもありがとうございます。皆さんの、何回かもう大友さん話してくださってますけども、大風呂敷という、福島の震災後に生まれたこの、パッチワークの布を今いろんなところに敷かせてもらってます。元札幌、名古屋、多治見、池袋でも、広げてたりします。で、これ本当にたくさんの人で、作ってまして、今回も、この1週間ずっと四ツ谷というか新宿御苑あたりにある P3 というギャラリーにこの風呂敷を縫う、僕ら風呂敷工場と呼んでるんですけども、そこに、1週間ずっとオープンしてまして、これたくさんの人が来て一緒に縫ってくれました。大友さんも何回かラジオ終わりで、俺も縫いました縫いました、ね、そこら辺にいくつかあるけども、はい、そうやってもうミュージシャンも縫うし、一般の人も縫い師縫うしというので、ずっと作ってきています。布を送ってくれる皆さんも本当に全国の方が送ってくれたり、その布を持ち込んで、塗ってくれたりしてました。で、今回もその札幌のね、縫ってくれてるチームの方が遊びにフラッと今日来てくれてたりとか、池袋の皆さんが、遊びに来てくれたりとか、はいはい、名古屋の人もいる、名古屋の人も来てくれたりとか、うん、というふうにこうなんか福島のこの震災きっかけで生まれて、ね、放射線防御のために作ったものがこんな風にいろんなところで広がってっていうのが、大友さんが意図しているところでここの東京駅でも広げてくれてるんだと思うんですけども、これからも多分いろいろなところで、敷けたらいいなと思ってまして、来月ですね、早速10月の15、16には池袋の西口公園でやる、フェスティバル東京というオープニングで、この風呂敷を広げる機会があります。その時は盆踊りを、その風呂敷を広げた上でやろうと思ってますので、またぜひ、遊びに来てもらえたらと思います。その10月15、16の、前の1週間10月7日からかな、池袋の方でも、風呂敷工場がオープンしますので、ぜひ、フラッと、一緒にミシンを塗ったりする作業、やっていただけたらな、嬉しいなと思います。という、はい、ということで、来年以降も続くし、いろんなところでフェスティバルやりますので、大体僕らがやるフェスティバルはみんなで作るフェスティバルにしたいと思ってますので、 あれですよね、札幌国際芸術祭も、札幌国際芸術祭も来年やるので、それも一般の参加できるのりしろいっぱい作っております。はい、ちなみに全然話違うけど、今ここから見ると東京駅がすごい綺麗、めちゃくちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗だね。さっきのフレッド・フリスのやってる時も、夕日がめちゃくちゃ綺麗です、ね、マジですか、見えなかったな。すごいすごい、なんかこっち向いても、こっち向いても
あっち向いてもこっち向いてもいい感じですので、もうガンガン写真撮ってツイッターとかにアップして、はい、ください。じゃあ、ちょっとセットアップまで時間がかかりますので、はい、しばらく休憩して7時10分から20分の間に、石井真嗣&原田育子&ワークショップチーム、私も参加します、のセットを始めたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。山口誠之進さんでした、はい、ありがとうございました。